ケドウィンシンは日本のゲームクリエイター、デザイナー、小説家、学位は学士。生の英語表記はケドウィンを用いている。バーチャル YouTuber としてはメドウィントリス名義で活動している。株式会社、アテナ、株式会社、ソニーコンピュータエンタテインメント、株式会社メディアファクトリーを経て、チームグリグリに所属した。年月日生まれ。 兵庫県天ヶ崎市出身。大阪芸術大学映像学科卒業後、アテナ、C、メディアファクトリーを経て、フリーとなる。コープスパーティーのクリエイターであり、同作は1997年3月に、第2回アスキーエンタテインメントソフトウェアコンテスト、最優秀賞を受賞している。2011年9月に竹書房から刊行された、コープスパーティーセメタリー霊彩の木七世の、 霊界調査ファイル01、無語月夜話、にて、小説家デビュー。コープスパーティーシリーズをはじめ、猟奇的ホラー作品を手掛ける。ケドウインの英語表記は、ケドウインを使っている。代表作であるコープスパーティーシリーズでは、原作、演出、シナリオグラフィックのほか、同ゲームのコミカライズ版の原作も担当。その他、ドールズフォール、限界性ヌのマジカルパンツァー。 の原作や月英学園のゲストシナリオも手掛ける。2009年から放送されているラジオ番組杉田智和のアニメラディドゥーンシリーズにおいては事実上の純レギュラーとして高頻度で出演するなどラジオパーソナリティとしての一面も持つ。番組内のドラマコーナーに出演することも多いことから声優的な活動にも取り組んでいる。また、 実写映画においても、西村義弘の映画、孤独ミートボールマシンに出演するなど、活躍の場を広げている。2019年より、YouTube にて、ホラーアカデミアンを開設し、企画、脚本を担当するとともに、自身もバーチャル YouTuber として、メドウィントリスを演じている。ただし事前収録されたドラマ版のみ、種崎厚美が担当する。見た目が爽やかなこともあり。 年齢より若く見られることがしばしばある。バッドエンドやグロデスクな描写を得意とする作風であり、作品内の登場人物に対する情け容赦のない、仕打ちで有名である。これについては、仕事仲間やファンからは、本人の性的指向、下道ンと言われている。杉田智和の兄ゲラディドゥーンでゲストで登場して、以来、杉田智和やマフやカジタとの交流は深い。 カジタと共に、杉田の実家を訪れた経験を持ち、その実家で飼われている犬のナオジと戯れるほどである。また、コープスパーティーや月英学園、高マイナスなどとのつながりから、中村雄一、安本博貴、早見沙織、上坂すみれなど、出演声優とも交流がある。よく、ペンネームと勘違いされる、けどいんは、劣気とした本名。父親のルーツが、 鹿児島県稽古委員町にあり、集落には稽古委員生が多数在住しているという。氏名が特徴的であることから、アリスソフトのゲーム、夜が来る、の登場人物、稽古委員誠の名前のモデルになったという。ABCDEFG、ワッツドウ委ン。2013年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月4日閲覧。AB、 チームぐりぐり公式サイトアバウト。2014年5月4日閲覧、アニンゲラ。ディドゥーン。文化放送。2017年8月31日。ABC モーガライブ編集部。小祝い小鳥。ゆかな。杉田と一かずら参加のベトゥーバープロジェクト指導。小祝い小鳥。ゆかな。杉田と一かずら参加のベトゥーバープロジェクト指導モぐラ。VR モぐラ。2019年12月20日。 AB マフィアカジタ、聖地埼玉で勃発した、近畿の大乱闘ナノン、マフィア、カジタの二次元が濃い、第224回、聖地埼玉で勃発した、近畿の大乱闘ナノン -4gamer.net アイ a ス、2014年9月19日、アニンゲラ、ディドゥーン、文化放送、2017年9月7日、 ブレイブルー漫画版ケドウイン新原作の漫画がエ字ジでコミックナタリー2014年5月4日閲覧、ケドウイン誠コ,コープス OVA 発売中のツイートツイッター2014年5月4日閲覧、ケドウイン新原作の部活コメディ春風頂上部ウェブ新連載コミックナタリー2016年1月23日閲覧、 ありがとうございます。